日本兵庫県伊丹市伊丹市立北部学習センター、伊丹市立北部学習センターは、日本の兵庫県伊丹市が市民の生涯学習を目的に設置している社会、教育施設。愛称はキララホール。1992年に開業した伊丹市立生涯学習センターが、市内南部の南野に所在するのに対し、 当施設は名称の通り市内北部をカバーする施設として2004年に開館した。ラスタホールとは設置の根拠条例も異なり、同ホールの分館のような関係ではない。2004年4月4日に開館した当初から、特定非営利、活動法人町づくりステーションきらめきが、伊丹市立図書館北文館を含めて、ホールの指定管理者を務めている。キララホールのように、 NPO 法人を地域拠点として設置された複合型公共施設の指定管理者とする方式は2016年に開館した市内東部の過密交流センターでも踏襲されている。伊丹市立図書館北文館はキララホールの開館当初から1階に設置されている伊丹市立図書館の文館。ラスタホール内にある南文館に続き2番目に開館した。 市中心部の宮の前にある本館とは別に、文館独自でブログを解説している。本館と市内東部の過密文館が一般的な公立図書館の例に倣い月曜日を休館日としているのに対して当館は水曜日、南文館は火曜日を休館日に設定し、年末年始以外は市内のいずれかの図書館が開館するように配慮されている。 貸し出し条件等は本館に準じるため、伊丹市立図書館利用案内を参照のこと。JR 伊丹駅、または阪急伊丹駅から、伊丹市バス1から5系統に乗り、北センター前下車すぐ。ありがとうございます。